ホンテレガシャーン。ホンテレガシャーン。嘘だとか偽りだとかその意味せなーし。おいしい、まあ、このね、レギュラー体制になって、まだ1年と、半分、ちょうど半分ぐらいか、去年の1月だから、半分過ぎたか、まあ、そのぐらいなんですけども、うん、初めて聞く質問なんです、はい。今までね、皆さんに目標って聞いてたんですよ。ああ、あったね。目標とか聞いてたじゃないですか。よくやってたね、それ。うん、ね、これ、原因としての目標、聞いてたんですけど、うん、今回、初めて聞きます、はい。皆さんの夢って何ですか？目標とどう違う？あのね、これがね、実はね、そう言われると思ったんですけども、ね、目標っていうのは、まあ、芸人として絶対ここはやっときたいっていう、それが目標、うん、絶対にクリアしたい、うん、夢っていうのは、もうこれ叶わないだろうなっていう、あ、これちょっと無理だな、でも最終はそこやりたいなっていう、叶わないだろうけどなっていう夢をお聞きしたい。あ、で、僕は芸人としてのいや、だからもう何でもいい、人間でそうだよ。なるほど。うん、これをね、聞いたことなかったんですよ。で、前僕、漫画家になりたい。あ、はい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 、漫画家描きたいって、あれは目標なんですよ。あ、目標なんだ。あれ目標なんです。あれ目標、あれ目標ですよ。俺、描きますよ。野球漫画描きますよ。マジかよ。はい、じゃあ、え、うん、漫画への引きってことで、それ企画したらいいよ。いや、企画、そうだ、まあ、企画っていうか、まあ、ちゃんとね、YouTube で当てて、ね、YouTube で当てて、テレビでも、テレビステージで有名になったらですよ。有名になって初めて漫画を描くっていう話やつです。それは目標なんですよ、俺。夢じゃないです。夢でしょ。いや、夢じゃないです。夢はまだ僕言ってません、この。言ってないの、はい、で、バラキも目標、前聞いた時は、元彼を見返したいって言ったんですよ、はい、うん、で、これが目標だって言ったんですよ。で、てっちゃんは何て言ったと思います？何て言ったと思います？忘れた？うん、とんでもないこと言いましたよ。何？え、本当に覚えてない？本当覚えてない？あ、私もわかんない。なんだっけ？え、覚えてない？M1 と、キングオブコントと、R1 3冠取るって言ったんですよ。うん、これは目標だって言ったんですよ、あなた。うん、夢だね。夢だね、夢だね。で、目標だって言ったんです、その時。その時はね。で、まあ、それが芸人としての目標だっていうことで、皆さんに聞いたんですけども、じゃあ、夢ってなんだろうっていう。うん、じゃあ、てっちゃんから夢なんかあります？まあ、芸人としての夢だったら、うん、やっぱり冠番組。あ、それって夢なの？目標じゃないのって。目標じゃなくて夢なのって。は目標としてはクイズ番組をパレだ。はあ、なるほどね。なるほどね、はい。で、冠番組で、うん、MC の人は別にって、ちょいちょいチャチャを入れるだけの。なるほどね。うん、まあ、それが夢だと。は人生の夢としては、うん、世界一周。世界一周、なるほど。世界一周が夢か。で、それ夢だね、うん、いろんなものを見てみたいで。ああ、うん、じゃあ言ったら河瀬名人と近い。近いね。そうだね。でも河瀬君は目標とかじゃない、まあ、夢ではなくて、ね、世界遺産を確実に回ると思うんで、うん、M1 優勝したらね、うん、まあ、俺は世界遺産以外のものも多分あるから。なるほどね、まあ、てっちゃんそういうあれがあったんだ。そうだね、もともと旅行好きだから、うん、まあ、旅行好きだね、確かに、うん、国内はね、結構行ってるっすもんね。そうだね。え、北海道とか沖縄とか行くときって飛行機乗るんすか？そりゃ飛行機使った方が楽だわ。え、けどお金かかるじゃないですか、結構。あ、それ飛行機の方が電車よりかかんない。あ、本当ですか？新幹線の方が安いっす。新幹線はジェットスターとか。あ、格安航空ですね。オフシーズンに行けば、うん、往復1万ちょいとか。え、本当に？うん、
格安航空？そう。なんか飛行機の方が安いって聞いたことある。1万、北海道往復で1万で行けるの？うん、あ、マジで、それすごいな。だって新幹線で、例えば宮城まで行くとしたら新幹線、あの片道で1万円ですからね。そうだね。宮城ですよ。これで北海道でもっと先ですよ。うん、それ往復で1万円で来れるんですよ。だってこの間2月に行った時、うん、2月、はいはいはい、どこ行ったんですか？北海道。北海道。確かに北海道行ったの。確か1万5000円ぐらいだったから。あ、1万5000円ぐらい。ああ、まあでも2月は休みの時期だからちょっと高くなってくるね。なるほどね。わ、結構安いですね。そうだろう。じゃあ飛行機も全然パスポートいらないんでしたっけ？国内だからね。じゃあもう普通に俺さ、飛行機国内線乗ったことないの。どういう感じなんですか？どういう感じ？え、だってパスポートな、俺海外1回だけ行ったことあるんだけど、その時はパスポートやったり、なんか入国管理なんかいっぱいあったりあるんですけど、うん、国内だけだとどうなの？普通に電車みたいな感じ、新幹線みたいな感じ。まあ、パスポートと入国管理がなくなるだけ。だけ？じゃあもうそのまま帰れるもん。そのまま帰れる。え、まあ、預けてる荷物がなかったんで。あ、マジっすか。へ、じゃあもう、まあ、言ったら極端な話ですけど、手ぶらで行っても OK？ まあ、いいじゃん。マジかよ、飛行機ってそんなもんなんだ。まあ、航空券はいるけど。あ、いや、もちろんもちろん、航空券はいるけど、うん、まあ、じゃあスマホ引き寄せさえあればもう全然大丈夫。そうだよ。あ、それいいな。まあでも俺飛行機に乗れないんですよ。乗れないの？え、いや、海外行くとき乗ったり行ってたじゃん。いや、だからそれは高校生の時の話なんで、もう今飛行機乗れないんですよ。なんで今乗れないの？高所恐怖症、低所恐怖症、もうダメ俺。飛行機兵所ってわけでは。いや、まあ広い。いや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 、違うんですよ。あれはもう密閉された、もう何ていうの、もう身動きが取れない。わかる？なんかあったらもう空に行っちゃってるから、もうなんかどうしようもないじゃん。オンのって部屋窓なかったんじゃなかったっけ？ありますよ。なんだよ、窓ない。私勝手に地下だと思ってた。いや、地下だけど窓はあります。え、あるんだ。ありますね。地底にあるんだと思ってた。地下な、まあ、地下は合ってるんですけど、地下は合ってるんですけど、あのちゃんと空見えます。上、あの、え、どういうこと？え、わかんないわかんない、どういうこと？地下って、まあ、え、あれ、まあ、牢獄みたいに、いやいや、牢獄じゃない、窓とかあるの？そういう窓、牢獄じゃない、ちゃんと、ガラ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 っていうちょっと窓あります。ガラガラってやって、そこに格子がある。格子、鉄格子が。でも、でも、なんていうの、鉄格子じゃないけど、そういうのはありますよ。あるんですか？ただ、それは上から人が落ちないように、穴があるから。わかんない、私どういう部屋かわかんないんだけど。まあ、だから、家の構図がもう夢の話じゃないけど、大丈夫。俺の部屋の話なんだよ。あ、大丈夫。